What the heck?さっきヘリの残骸を見たいけど、わかんねえ。めんどくせえから迫撃呼んじゃおうっと。贅沢や。いて、後ろにね、エリオに。あ、迫撃。命中なしってどういうことよ。お前、命中なししか言わねえじゃん。この迫撃報酬。いや、でも、命中してるよ。めちゃくちゃ命中してるよ。壊れてるもん。めちゃくちゃ後ろ向きな。あ、ヘリ来てる。抜けねえんだよな、あれ。もうドルフィーはない？あるある。まだあるの？はい、死んだもん。あ。自己損。いただき。あ、いや、持ってるやん、俺。お？何？これは？なんだそれ。ワンダーウェポン。何これ？え、ワンダーウェポン入ってた？うん。俺、はい、そんなの入ってなかったけど。何これ、どうですかこれ。それあれじゃね？仲間になるってやつじゃね？ひょっとして。痛すぎ。わかんねえ、これ。おーい！おー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 。何それあのエイムを長押しすると飛べる。へえ。あ、弾消費せずに。いや、弾め消費するんだけど、これ、あ、時間回復する。これ無限に撃てるわ。マジ。まあ、エイム長押しでエイペックスできてえ、ちょ、俺にも使わせて。あ、いいよ面白そう。はいはい、長押しするだけ。こうして、そうそれでもっと飛んでくれてもいいけどな。レガシーでワンダーアイコン出るんだ、ね、出るんだな。てか俺、言葉がかもわかんないけど、なんかさっきからずっと銃声聞こえてんだけど。俺も聞こえる。で、これ、ああ、ちょっと、撃ったら撃ったらなんかパシャーンつって、レールガンみたいに。長押し。あ、長押しか。ああ。なるほどね。返すわ。おお、面白すぎる。制圧しようぜ。ちょ、人間に撃ってみて。あ、そっか。俺しか開けれないんだ。ちょっと待って。いけ。撃て。あ。お。え、壁抜きできんのこれ。あ、お亡くなりになってる。仲間なんねえじゃねえかよ。俺なんか見間違えたのかな、じゃあ。これ、貼ってもやれる。ヘリどうこれ。ヘリ？おお。おお。ゾンビ撃ってないのになんかゾンビ死ぬ。うわ、猫なんか入ってんだけど。やめろ、眩しいんだそれ。え？ここか。さあ、どこだって、俺の視界についてこれるか。ピカ。いや、感度低いからそれに追いつけねえよ、マジで。腰打ちの範囲はめっちゃ早い。誰かが助けを求めている。本当だ。ちょうど通る場所。ちょうど通るな。なんだ？助けてあげたまえ。エレーターが危ねえ。なんでここで死んだ？待って。死んなんか知らんけど、助けてあげた。あのさ、スラグダンでしたけどさ、バカリ強くない？でしょ？やばすぎ。いや、バカで、それ。やばすぎてバスになるわ。空に腰打ちしたらもう、見えるもん、ね。おぉ あれが当たってるんで。あれが。視聴性だもん。視聴性。もう一回言って。え、なにこれ。あ、なになに。のぉ あららららら。
あ、あら、あら。あ、撃ったら落ちてきた。どうしたの？撃ったら落ちるね。何こいつら。殴っていい？あ、ちょっとどっか飛んでった。なんだよ、こいつらマジ。おい、何これ？これポポフタワーじゃね？これポポフタワーじゃね？あ、ポポフタワーじゃないか。ミリタリーベースか、オルドフ。グランドウォーにあるとこだし、あの、あ、マップの右上にあるとこじゃん。めっちゃ兵士に攻撃できるよ。降りろだって。はい。で、あそこ行けばいいのね。兵士から兵士。兵士やればいいのこれ。兵士も一応攻撃できるよ。うん。で、通信と、ああ、あれね。いそうな場所っつったら。でもな、ここだと思うんだよな。大体内部だと思うけど。あ、いた？いる、いる。あ、ここかい。ここ確かにコンピューター室。悪い。守れって？あ、違う。こいつを守ったらいけないんだけど、データはもう消されちゃいけないんだ。どうする？どうする？カチワレコの扉を。失敗なんかーい。あ、来た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 。乗れですって。はい。これ。これ。ここでランダムパーク拾ってもな。あ、カーゴデリバリー。これ次の。衣装だよね、はい。いや、まだ、あと、次ラストじゃなかった？あれ？これ衣装の終わりじゃないのか？あ、そうだったっけか。ちょっと待って。勘違いしたかも。ストーリー任務だし。これが衣装のラストか。俺ら4章見ちゃってるけどね。まあまあ、あなたたちを呼んだのは私だって覚えてる。俺を説得しても無駄だ。歩き続けろ。オペレーションデッドボルトへようこそ。ボスが話を聞きたいそうだ。私が雇われたのは N 次元相互作用によるエネルギー生産の研究を続けるためだったの。あれは理論上の話だった。目の前に現れるわけだ。ザカエフのことだってまさかテロリストに奉仕してるなんて思いもしなかったし。嘘をつくな。彼は CEO だと思ってた。私は物理学者で心は読めない。それにあなたたちが研究を理解できてれば、あいつや他の誰かの下で働く必要もなかった。ザカエフは兵器化されたエーテリウムを持ったまま野放しになってる。あいつがあれを肌身離さず持っているのを知っているわ。あいつを止めたくないなら情報を話すと思う？あのね、私はこの元素のことは陽子レベルまで知ってる。中和する方法をきっと見つけられる自信があるの。自信だけじゃダメだ。できるかできないかだ。話を最後まで聞くべきだ。お願い、間違いを正さないと。それができるのは私だけかもしれない。そうだといいが。回収は順調だ。エーテリウムで一儲けできる。こいつをもっと量産できるようになったら、残りはお前の好きにしていい。逃亡者はどうする？彼女は役割を果たした。探し出して殺せ。何言ってんすかね。ようやく
ようやく何してんのかよく分かったんだけど。エテリウム探してんの俺たちだけじゃなみたいな。なんか、もう悪そうなおじさんたちが。いい感じのものなんだな、これじゃ。うん。どれだ？あ、あれか。ビリビリしてる。あ、早い。おお、なんだなんだなんだ。なんか動きやばいね。ストップ。これめっちゃ簡単じゃん。でさ、死んだりしてんじゃねえの。俺らが到達する前に。そういうことか。死んだりしてる、あれは。すごいけど。あらららら。最初この武器の弱さがとてもよくわかったわもあ、自己層いる？あー、欲しい。まあ、この道。ちょっと待って。位置ずれしてるんだけど、あなた。え？どういうこと？見てこれ。空中浮遊してるけど。あったどこ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 、もうこれマップ映ってる。マップに宇宙が映ってる。で、あれ、落ちたアイテムを拾わなきゃいけない。あれ落ちてるじゃん。OK。もうないね。なんかすごくありそうなんだけど、ないな。あった。撃てー。目を光らせて。あったー。殺せ。殺せ。